といったところでしょうか。じっくり、様子を伺いながらって感じでしたね。はい、これなんかもう手の内を見せることになってます。まずは今のコンディションというところ、あるいはもう肌の張り、そういったところまでお互い手に取るように分かるのかもしれません。さあ内藤と高橋宏夢のしていこむ、いやーコーナーミサイルじゃない。この宏夢選手のこのスピードの乗ったね、助走からのドロップキックを、逃げ場のないコーナーはかなり厳しいですよ。しかもあのフェイント付きですよね。防御のその判断というものが遅れましたか、真田。ただ真田選手って結構これぐらい技効いてるっていうのを顔の表情になかなか出さないようにしてるんですよね、はい、そういったのが飛びついてフランク・ケーン返した高橋宏夢、あこれはパラダイス、タイムボムが決まってしまった、パラダイスに行った。